駐車したまま線引きできるんです。普通はあの車全部どけていただいて、あの大きな機械持ってきてガーッと焼き付けなんかするんですけど、オーナーさんが一軒一軒ちょっと明日工事なんでちょっと車こっちに移動させてくださいっていうのを何件も何件もするのが大変らしくて、でも車止まっててもあの1キロぐらいのハンマーでコンコンコンとテープ打っていくだけなんで、誰がそんなん買うねんというのにやっぱりチャレンジせんとお客さんついてこんのちゃうかな。その中でなんか商品が生まれるうち、あの愛媛県の青石っていう石です。記念碑とか中にその学校の記念碑、これはギリシャの大石、これ中国の石のカパオっていう石、血抜きの形状を複雑になってもこういったものをですね、作業者の人が一つずつね、こういう針みたいなやつとか棒みたいなやつとか物差しみたいなやつとかバン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 叩いて取り除いてたんですけど、当社はそのこういう作業をなくしたいので、まあ、言えば機械化をさせようということで、人の手を入れないでいこうということで、まあ、こういう打ち抜きプレス、こういったプレス機、同じ操作をするんですけど。